はい、どうもこんにちは、こんばんは。学校始まっちゃってもう大変だよ、朝起きれないよって人は高評価、どうもジェリフィーです。ということでね、僕もまあちょっと苦しんでるんですけど、まあ大学はですね、春休みなんですよ、あとちょっとで。はい、もうてかなんならあと1週間ぐらい行ったら春休みです、ごめんみんな。ということでね、まあ今回はですね、マルチバースのね、スキビリトイレ見ていこうかなと思います。まあ今回のマルチバースもね、まあ結構いつも見てるマルチバースとはまあ違う感じのマルチバースになってて、まあそしていつも通りクオリティは高いのでね、絶対楽しめると思うので、ぜひね一緒に見ていきましょう。それでは早速やっていきましょう。さあ、ということで今回はね、ドクターパックゴートさんというね方の動画をねお借りさせていただこうかなと思います。さあ、ということで早速ちょっと見ていきましょうかね。ということで、なんだ、まあ、結構普通だね、うん、結構ちゃんとスキベリトイレだ。お、なんか出てきた。うわー、え、これもしかして視点ってさ、これあれ、この人、え、めっちゃ吸い込まれてってる。え、なに、え、なになになに、うわー、あ、でもちゃんとカメラマンだ。ちゃんと視点はカメラマンなんだ。え、じゃあ今の男の人ら何じゃ、なんか、え、何やってんのお前。撃とうとしない味方のこと。うわー、なんか落としたよ。なんかあれかな、いろんな世界が混ざった感じの世界線なんだと思うわ、これ。多分だけど。なんだっけ、ノースキルクラッチさんだったりさ、ほら、ノースキルクラッチさんのやつはさ、なんか変わってるんだよ。カメラ側とスキブリトイレ側が。で、多分これは仲間なんだね、このね。この、お、敵だったー敵だった、待って、よくわからんぞ。お、Gマンがいるわ。あ、で、多分このGマンと、まあ、この、あれか、人の顔した、まあ、なんだこれ、スキビリマンか。スキビリ、スキビリマンは仲間なの？でも今攻撃したよね。え？わーわー、Gマン出てきた、うわ！え？やばい、バレて、顔が終わってるって。やばい、逃げてももう遅いよ、うわー！ホラーやん、もう。多分あれなに、このカメラマンとあのカメラトイレは仲間なんだ、じゃあ。いや、ちょっとよくわからん、ね、わかんなくなってきたな。さあ、カメラマン来たよ、タイタン。あれ、敵？え、敵だな、敵だぞ。攻撃してたから今、この、え、わあ、襲ってきたし、しかも乗っ取ったぞ今のなんか一瞬のビームで。あ、まあトイレは仲間なんだ、じゃあ。と、あの、これ敵なんだ多分だけど。お、なんか来た。多分あれだね、ほら、なんか話して仲良くなってるから。え、大丈夫これ、カメラマンたちに。ほら、バレちゃったし、しかも。わー、ジーマーン、もうやばいぞこれ。カメラマンたち大丈夫、勝ち目あるこれ。結構きついぞお前、もう死ぬ、まあやばいって。諦めてる人いるって。諦めんなよ、まだなんとかなるかもしれないやんけ。もうやばい、声がすごい、もう声がすごいよ。怪獣じゃんだって。うわー、なんか来たよ、なんか来たよ。スピーカーマン来たよ。え、待って、え、あいつ何やってんの、あの博士みたいなやつ。あとなんかめっちゃ、あ、これあれか、サイエンティストスキビリトイレもいるし。ん、何やってんの、何やってんの、これ本当に何やってんの。え、なんか出てきたくね今。なんだなんだ、テレビマン大丈夫。うわー、やば、何これ、何これ。あ、なんか、え、手に、え、なんか手乗ってるけど、カメラマンがなんか手の上乗ってない？誘拐されてんのこれ。うわー、やられて、やられて終わったよ。何今の、あの一瞬のなんかかわいそうだったわ今。話してたスキビリトイレのあのスキビリマンか。え、なになになに、また場所変わったけど。ん？サイエン、これ何？サイエンってさ、仲間なのこれ。うわー、敵だったー、敵だった、全然敵だった、仲間だと思ったのに今一瞬。いやいや、もうよくわからん。うわー、怖っ怖っ、勢いが良すぎるんだよな。これあれだね、多分基地だね、このスキビリトイレ側の。ん？あ、でもカメラマンも捕まっちゃってるじゃん。大丈夫カメラマン、やばくない？え、なんだなんだ、うわー、これ何やってんの、何やってんのこれ。え、なんか、え、男の人になった。あ、は、逆になったんだ今。ほら、逆になってるよ。俺テレビもいるけど。あ、は？ちょっと待って、は？顔見せてくれたんだけど、テレビマンが。どうなってんの？あー、おー、倒していく。そんな簡単に倒せんの人って。ん？なんかブームってなってるけど。でもあれだよね、敵だよね、このスキブリトイレの、タイタンカメラマンって。え？あ、やばい、バレた。あ、まずい。あ、これ終わったでし
あれ仲間だった。あれお前仲間か。こいつ仲間だわ。あれよく分かんなくなってきたぞ。誰が敵で誰が味方なのか。おお、捕まってますけど。なんだ、さっき来たね、博士、サイエンティスト。あれ、なんか時間止まる音が。あれ、これはもしかして。おお、クロックマンが来たぞ。あれ、いろんな世界線が混ざってておもろいな、これ。クロックマンが来ましたけど。そう、ナイス時間止め。そう、あ、やばくない？これ一本鎖切れただけでちょっときつくない？あ、まあでもなんとかなったっぽいな。話変わったってことは。さあ、これは誰？あ、クロックマンだ。クロックマンは多分味方っぽいね、なんかね。何やってんのあいつ。わあ。いやでもそれ以上死なないでしょ、サイエンティストはね。結構無傷だな。なんだなんだ。あ、もうそうだね。そうだね。一瞬で殺されるよね、そりゃね。さすがサイエンティスト。まあそりゃそうだ。はい、地面にドカーンと。はい、投げつけて。あ、でも時間止まったから、まあ、ギリギリなんとかなると。逃げて逃げて。やばいよ、危ないよ。やばくない？大丈夫？え、大丈夫なの？これどうすんの君。あ、そう、あ、か、そんな、かえか。すごい返し方する。うわぁ、はは。クロックマン強。クロックマン強すぎんか。このシリーズにおいて。なんだ？次は。あ、そう、スキビリもいるね。さあ、やばい、でも、あ、タイタントイレ、スキル、タイタンカメラマントイレが捕まっちゃってるって。味方なのに、せっかくの。え、大丈夫？大丈夫ないよね。さすがに、え、なんだ？これ誰の視点これ。ん？これ何の視点？なんかもうすごい集まってるけど、集会みたいなの始まってるけど。なんだお前。え？え？なんか出揃いた。あ、タイタンスピーカートイレ。おっと、え、何これ、誰の視点これ。あ、タイタンスピーカートイレ来た。なんかデストロイって書いてあったけど。うわー、え、何が、待って、よくわか、話がよくわからんぞ。どうなってんだ今何を目的、え、どういう目的。あ、このカメラトイレは味方だ。ブラックカメラマントイレ、これ味方だ。いいじゃん、心強い。いや、なんかすごいな。敵と味方がよくわかんないぞ、今。なんだ？うわー、来ちゃったよ、これ。名前わかんないけど、こいつ。お、でも、ナイスクロックマン！ナイスだ！よくやってくれた！これでなんとかなるでしょ。おー！なんか新しいラージ、なんか、なんだ、違うか、タイタンクロックマンかな？新しい感じのタイタンクロックマン来たけど。ちっちゃくした。え、ちっちゃくなったくない？え、どこ行ったの今のやつ。ちっちゃくなったの。え、今のやつどこ行ったの。なんか突然消えたけど。まあまあまあ、いいでしょ。一件落着ってことで。やばいね、カメラトイレが落とされていく。いや、なんかカメラトイレ、これ、なんか、え、味方なの。さっき敵だったよね。ちょっと待って、よく分からんぞ。まあ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 。おれ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 、最悪、裏切り。あれ、なんだなんだ。あ、乗っ取ってるのかこれ、もしかして。乗っ取ってるっぽいな。この、ほら。こいつが最強だわ。タイタンクロックマンかなあれ。この世界の。もうなんだ？なんかお腹痛めちゃってるけど。でもこれ、ジーマン仲間だよね。さっき乗っ取ってるから。はいはいはい。よく、いや、よく乗っ取ってるよ、このジーマンのことは。はい。会話してるなんか。あ、握手してない。握手してるよ。なんだ、このシーン。仲間なんじゃないの？もう横分からん。さあ、ということで、この次の回、なんだ？なんか変な青いやついるんだけど。あ、てか大丈夫カメラマン。腕が。え、なんか大丈夫ビリビリって落としたけど。こう、危なくない？うわー、一瞬すぎないか？瞬殺。やばーい。お、ナイス？誰？お、ジーマンだ。ジーマンが仲間ってなんか心強いな。うん、そうだよね。それ逃げてきよな。強、ジーマン。強すぎない？うん、グッドだわ。え、お前仲間なの結局。どっちなの最後なんか、裏切ってたりも。もうよくわかんねえよ。さあ、サイエンティストだね。さっきジーマンにやられた。なんか会話してない？え？何これ？ジーマンでもこっち側だよね。ん？なになになに？どうなってんのこれ？え？
これどうなってんのこれ。今え、うわあ、いや戦ってんのか。あ、あ、待って、サイエンティストはまさか味方に。おお、サイエンティスト味方にしたよ。お、グッドだ。え、これやばくない？結構いい展開すぎない？さあ、お、もうこの3人ペアね、もう最強じゃん。お、もうグッドすぎるよ、グッドすぎる。で、よくやったよ、このカメラマン。カメラマンじゃねえよ、クロックマンか。え、なに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 、突然雄たけびを上げたけど。うわー、お、消えた。やばい、ジーマン。やばい、あ、ジーマンが取られた。あ、ジーマン取られちゃったって、この骸骨に。あ、これあれじゃん、スキブリウォーズのキャラクターじゃん。すごいな、いろんなキャラクター出てくるのおろすぎないか。ということで次の回ですね、22話です。一応これ、いやー、こいつちょっとやばいなー、こいつちょっと強すぎるなー、マジで。あ、でも、あ、ちょっと待って、なんでなんかモザイクかかってる、なんでだ、なんか問題があったんでしょう。はい、いやー、でもさすがにタイタントイレズでもダメ、勝てない。え、なになになに、なんか緑色の煙の中からなんか出てきたくね。なになになに、なんかが出てきたけど、うわー、たま出てきたんだ、緑の煙の中から、あいつは。さあ次、やばいやばい、ゾンビみたいなのいっぱいいるって。なんかやばい、やいや、こいつ強すぎないか、この骸骨。うわ、なんかめちゃめちゃ強化されとるやん、めっちゃ G マン強化されてるって、なにこれ。さあ、タイタントイレズ勝てる、タイタントイレズやばくね、うわー、やばいなー。あ、さあ、この最強のクロック大丈夫、クロックマン、最強のタイタンクロックマンいける。あー、やばい、あー、あー、あー、終わった。あー、ということで、なんなんだこの次は。結構大ピンチな感じだけど今。あー、やばいな、やばいな、これ結構やばそうな気しない、これ。結構僕やばそうな気がするんだけど。うん、マジでこの骨のやつどうやって倒すの、不可能じゃない。うわー、なんか復活させて、グロ顔。お、時間止めたぞ。そう、大丈夫これ、グッド、グッド、本当にグッド。あ、だよね、だよね、はいはいはい。あー、うん、あー、あー、なんかグッドじゃない気がしちゃった今。うん、そうだよね。さあ、ということで、じゃあここら辺がキリ良さそうなんで、まあ、これラストで見ていきましょう。やばい、結構ピンチじゃないこのタイタンクロックマン。この世界戦のタイタンクロックマンが結構ピンチになってるけど。わー、なんだなんだなんだ、おー、え、なんか青いぞ、青い、なんかタイタンスピーカーマンが来た。え、お前生きてたんかクロックマン。お、こいつ強いぞ、このタイタンスピーカーマン。いや、いや、もうグッドすぎるよ。いや、よくやったよ。お、いいじゃんこれ、このタイタンスピーカーマンのおかげで一気に状況変わんじゃないの。ということでね、まあ結構これ続きもあるんで、ちょまた今度見たいねこれ。まあもしね、ちょっと好評だったらまたね、見ていきたいと思うんですけど、まあぜひね、皆さん続き気になる人はね、概要欄に今回のね、作者のドクターパックゴッドさんのね、チャンネルを貼っておくので、ぜひね、見てみてください。そして僕のリアクションだったりが、まあなんかちょっとでもいいなと思ってくれた人がいたら、ぜひね、僕のチャンネル登録してね、通知をオンにして、ぜひね、この動画にも高評価押してくれよな。ということで、今回はね、こんな感じで終わります。では、バイバイ。